ビンゴ大会を始めたいと思います。でまず最初の商品がこちらの自転車1台になります。ビンゴになったらこの自転車がもらえます。でもしビンゴが2人いたらその2人でじゃんけんして負けた方はあそこにあるみかんを3つ持って帰るということになります。自転車は最初と最後に当たるようになっております。ですので皆さんどうぞ頑張って当ててください。それでは今からまず一つ目を回していきたいと思います。出ました。まずは38番。早い1球目で38番。開けてくださいね。 N の38です。38 N の38 よろしいですか。皆さん折ってくださいね。では2球目いきます。B の10番、B の10番です。B の10番です。はがきの、カードの上に B タイプっていうのがあるんですけど、タイプが書いてあると思うんですね。それがあの A とか B とか。目安になります。わかりますかね。カードの B タイプ、A タイプ、B タイプ、N タイプ、G タイプ、O タイプ、I タイプ、そうですね、あのフリーのところですね。ここはもう確実にこの穴を開けておいてください。これ全ての皆さん、あのカードをお持ちの方は皆さんこちらの方お願いします。しました。あの B タイプとかっていうのはですね、あの ここのタイプはちょっと関係なくて、この B のこの線ですね、今出てるのが B の10なので、ここのビンゴの B ですね、 B の下に10がありましたらそこを開けてください。でもう一個 N の38が出てますので、この N の真ん中の38のところ開けます。大丈夫です。すいません。大変失礼しました。この、カードのこのタイプは関係ないので、ここの、この英語のところだけですね。あと数字を確認してください。お願いします。では、3球目いきます。B の6開けてください。ここですね、ここの B の下の数字に6ありますか。まず次の6、はい、G の49番、 G の49